自分で自分のことうまく笑えてないって思ってたかもしれませんけど、めぐるは先輩の笑顔嫌って思ったことないですよ。何があっても誰がどう思ってもお兄ちゃんは私にとって最高の大好きなお兄ちゃんだから。失敗したっていいんです。途中で諦めたりしなければきっと平気です。お兄ちゃんは私のヒーローだよ。誰が何と言ってもお兄ちゃん自身がどう思ってても私はお兄ちゃんが大好き。幸せになりましょうね先輩。ちゃんと幸せになってくださいね。笑ってくださいね。約束ですから。